演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。どうも、本日はちょっと今ビデオカメラが充電中なんですけど、急遽撮りたくなった動画がありましたので、こうしてウェブカメラで撮影しています。まあ、その前置きはこの辺のことして、本日はちょっと先ほど au ショップに行ってきてこちらを購入しました。はい、こちらもうパッと見でわかるかもしれない、箱のパッと見でわかるかもしれませんが、ちょっとこれどうやって開けるの、iPad です。確か第6世代の 32GB のモデルですね、これで。まあこれを買ったということですね。で、なんで今回これを買ったのかと言いますと、今まで自分タブレットはまあこちら以前動画で、ね、紹介したクワタブを使っていたのですが、このクワタブが最近バッテリーが下手ってきたのか、もうすぐにバッテリーがなくなるようになっちゃったんですね。で、契約から結構年月が経ってますし、そろそろ機種変更しようかなとも思ったのですが、そこでまあ自分は使ってるスマホは Android の Xperia なんですけど、まあこれも以前動画にしましたね。なのでスマホは Android、 タブレットは iPad にしておけば、まあiOS と Android の二刀流というか、そういう二刀流というのもおかしいですけど、感じにできますので、どちらかしか使えないアプリとかもあっても対応できる、そう考えて今回 iPad にしました。さあ、まだ設定とか全然やってないのでこれからやるんですけど、もし iPad でおすすめの使い方があったらコメントで教えていただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。